どうも、水の王者、ミザックです。本日はですね、タイトルとサムネイルの通りなんですけれども、決戦星の古戦場が来月に来るつうことで、まあ、僕が思う、来月の古戦場で来るかもしれない水属性キャラクターをご紹介しようという感じの趣旨の動画でございます。まあたまにやってるやつですね。古戦場が始まる前たまにやってるやつなんですけれども、今回は SSR キャラクターの中で、まあこのキャラクターは使うんじゃないっていうキャラクターとか、もしかしたらこのキャラ刺さるかもみたいな感じのキャラクターを僕の中の所感を添えてね、まあ、ご紹介していく動画となっております。はい、よろしくお願いいたします。早速やっていきましょう。で、まあ、まずなんだけど、ここら辺に関しては言及しなくてもいいんじゃないかな。最終上限解放ウーノと最終上限解放カトル、この2人に関してはまあね、使うっちゃ、もう使うとしたら使うんで、特にここに関してはノーコメントでいきましょう。ただ、非最終上限解放のウーノとカトルについての話なんだけど、この二つもね、結構使えるんじゃねえかなっていうふうに思ってます。で、まあ、ウーノに関しては3アビリティの 100% カット、上額の構えがすごい使いやすいから、まずそこでちょっともうそれだけで入る可能性があるっていうのと、カトルに関してはね、奥義効果のスローが結構強いんですよ。うん、で、奥義効果のスローが結構強くて、成功率もすごい高いから、なんだろう、95Hzとかをやるじゃないですか。 95Hz とかをやった時に HP75% から 50% の間みたいな感じの時に、どうしてもちょっとスローだけ欲しいなっていう風に思う時があるんですよね。で、そういう時にそのスローの要望を叶えてくれるっていうところから、僕は非最終上限解放のカトルとかもワンチャン採用の幅には入ってくるんじゃねえかなっていう風に思ってます。で、まあ、最終カトルとカトルで思い出しましたけど、僕はシャノワールもね、意外といいんじゃねえかなと。で、まあシャノワールに関しては、もうもし最終上限解放カトルを持ってなかったらっていう話なんだけど、ディスペルを持ってるんですよね。まあディスペルを持ってることと、まあ麻痺を持ってたりとか、ちょっとこう独自の進化を遂げたじゃないですか、ちょっと前のキャラクター調整でね。まあ昔は最終上限解放カトルとシャノワール比べたら、もう最終カトルに軍配が上がりますよみたいな感じで、結構似通ってて、コンセプトが、うん、結構コンセプトが似通いつつも最終カトルの方が強いみたいな感じで、ちょっとこう席がなかったんですけれども、キャラクター調整にあったことによって、ちょっとこう僕はシャノワールに関しては触ってみてもありなんじゃねえかなっていう風に個人的には思ってます。で、まあ麻痺が効く場合なんだけど、個人的にね、ここで左側にギューンと行って、ククルも可能性としてはなきにしもあらずかなと。うん、で、ストッピング効果ですね。ククルの奥義、ストッピング効果っていうのがあって、これが確か麻痺扱いだったかな。で、1ターン麻痺、そのターンだけ麻痺って痺れて相手が動けなくなるみたいな感じなんだけど、その動けなくなる効果っていうのが、まあ、古戦場とかだったら便利なんじゃねえかなっていう、まあ、HP 温存とかでもね、使いやすいんじゃねえかなっていうふうに思ってます。まあ、あとここのね、水着ディアンサー、まあ、EX プラスとかを狩る際に水着ディアンサーウーノとか、やっぱり結構使いがちなので、レスラーと相性がいいですよね、水着ディアンサーは。だからトリプルアタックが確定とテンションアップ効果で火力アップっていうのがすごい相性いいから、それもちょっとこう個人的には使いそうかなっていう風に思ってます。まあ火力的なキャラクターで言えばとりあえず置いといて、ここからじゃあ先デバフ系キャラいきましょうか。で、デバフ系キャラクターの中でやっぱり使うなって思うのは、個人的にはアルタイルですね。で、なんでかっていうと、もうアルタイル、ここには理由があってですね、古戦場のバフと、アルタイルと、渾身っていう、まあ、相性がすごいいいんですよ。まあ、マグナ編成でもそうなんだけど、古戦場のバフって別枠で乗算バフされるじゃないですか。だから、クリティカルとの相性がすっごいいいんですよね。ダメージが単純に減衰いっちゃうよ、みたいな感じの、じゃなくて、平均的にバーンって、例えば20万ダメージだったのが30万ダメージに上がりますよ、みたいな感じなんですよね。で、そこでアルタイルの奥義のクリティカルっていうのが、確率的にすごい高い。80だか 70% ぐらいの確率で、クリティカルが発動しますよ、みたいな感じの、
広く浅いクリティカルみたいな感じのが出るんですよね。だからそういうところで僕はもう結構アルタイルはやっぱり古戦場との相性が素晴らしくいいんですよね。デバッファーもできるし、まあ、さっき言ったように奥義系キャラクター、ククルを奥義でストッピングとか、カトルが奥義でスローみたいなのを考えると、やっぱ3アビのね奥義ゲージプラス 30% っていうのも使いやすいし、僕はすげえいいんじゃねえかなっていう風に思ってる。結局アルタイルになっちゃうんじゃねえのっていう風に思ったりはしますけど、でもここでさらにね伏兵がいるんですよ。まあ、アルタイル、いや、ちょっと待てと。ここにね、ユエル。いや、ユエルはね、マジであると思います。ユエル。キツネビ効果があるんですけれども、そのキツネビ効果っていうのが追撃効果なんですよね。で、追撃効果っていうのは、まあ、要するに、そのクリティカルがなくてもダメージ上限にいっちゃいました、みたいな時も強くなってくるとあるんで、そういう時になってくると、追撃、単純な追撃っていうのがすっげえ必要になってくるんですよ。だから、ダンバフがあって、装備もすでに強い、リバマグ探検5突を4歩持ってますみたいな感じの人だったら、僕はユエル採用っていうのも形としては十分あり得るんじゃねえかなっていう。いうふうに思ってます。強くなればなるほど、まあ、ユエルは僕の中で、可能性としてはあるんじゃないかなと。まあこれはちょっとどうなんだろうって思いはするんだけど、ディスペルを持っているデバッファーっていうことで、ドランクもまあなしではないですよね。僕の中でドランクもまあなしではない。で、僕1個前だか2個前だかの古戦場で90ヘルワンターンキルをやったんですけれども、アビポチが強いんで、キャタピラとビーラーなきにしもあらずですね。まあこれはもちろんそうなんだけど、バジラもあります。まあこれ結構もうすでに話題ですよね。 EX プラスワンターンキルとかで、まあ、やっぱりバジラ入ってるんだけど、カツオヌスとの相性がすごいいいから、バジラ使いやすいと思う。まあちょっと育てといて、その話かな。で、まああとさっき言いましたよね、クリティカルが出たらダメージが減衰になるみたいな話をしたんだけど、水着イシュミールですね。はい、こちら水着イシュミールを使うことによって、フレア効果、フレアじゃない、ブリザード効果があるから、このブリザード効果を使えばダメージが底上げされるんですよ。ダメージが底上げされるっていうことで、まあ、僕はブリザード目的で水着イシュミールを採用する可能性は僕はなきにしもあらずなんじゃねえかなっていうふうに思ってます。で、まああと単純にカット系回復系はまあ使いやすいですよね。ユエル、リリー、あとやっぱマウントは使いやすい。マウントは使いやすいんで、リミテッドカダリナ。まあ、ここら辺かな。あと単純にね、基礎ステータスが高い。まあ、デフォルトでこう、安定して強い。自分だけしかないけど、自分だけ強いっていう、アン。まあ、ここら辺はね、リルルとかも込みで、もう僕は全体的に強いんじゃねえかなと。HP 回復っていうところが欲しくなってくる人には僕はありなんじゃねえかなっていうふうに思ってますね。まあ EX プラスワンターンキルっていうのであれば、ヨダルラーハも入るでしょうね。まあ、あと単純にデバッファーで剣得意っていう意味でも、無垢武器で、無垢剣編成っていう意味でね、ロミオもあるでしょう。まあイングベイももちろんある。イングベイについて話したっけ？してないよね。イングベイは僕は前々回の水ユリコ戦場では、ほとんどの人がスタメンに入れてたはず。で、なんでかっていうと、単体デバフっていう、単体の強力なデバフを使ってくるっていう敵がいたんだけど、イングベイのタフガイ状態っていうのはすっげえ強いんですよ。で、そのタフガイ状態になってフルメタルトランスフォームをした時に、デバフが無効化されるから、で、そういう意味でね、HP トリガーの、技をしてくる古戦場の敵、で、単体デバフの敵だった場合、それをすべて引き受けてブロックしてくれるイングベイっていうのはすごい使いやすみがありますね。っていうところから、僕はイングベイは敵によっては、敵の動きによっては可能性が十分あるキャラクターだと思ってます。まあ、最終上限解放されてるんで、イングベイを使う可能性っていうのは、個人的にはあると思ってますんでね。まあ、育成しておいて損はねえんじゃねえかなっていうふうに思いました。で、シルバーですね。シルバー。これね、単品がやっぱ強い。単体ダメージでその1アビの奥義ボーンってぶっ飛ばしたりとか、あと単純に4アビですね。90ヘルで4アビを使う可能性とかもワンチャンあるっちゃあるんで、一撃で相手をぶっ飛ばすっていう、まあ、恨めしユースケ的なサムシングの考えのもとにシルバーを採用するっていうのはあるかもしれない。で、俺この中で一番ちょっとあるんじゃねえかなと、まあ、みんなが意外と思ってないかもしんないけど、俺はあるだろうなって思ってるのがこちらの、あれですね、はい、ベイン。ベインはね、マジで強いと思ってます。まあ、やっぱり瀕死になる。HP トリガーと、さっき言ったようにイングベイと同じように、HP トリガーと、ベインのアビリティの相性ってすっげえいいんですよ。
だ日にちに赤、ゲージが HP が赤になった状態の時にアビリティを使うと自分の HP を全開するみたいなアビリティがあるから、HP トリガー技で HP が減った時もこう一瞬で HP を全開に戻すことができるっていうところで、僕はベインに関しては本当に、可能性としてありえるんじゃねえかなっていうふうに思ってます。あと剣得意なんでこの3人もね採用の余地があるということで、はい、という感じでね、皆さん水属性のキャラクターはなかなか水準が高いという、結果となりました。なかなかね、迷うところではありますけれども、水属性の SSR キャラは使いやすいのでぜひとも使ってみてください。そんな感じでした。皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ここから本編なんですけど、マジな話、俺が使いそうなキャラクターはこの辺りかなっていう風に思ってます。もうこのキャラクター、この赤丸ついてるキャラクターは全部育成します。で、ただちょっとケースバイケースでもあって、例えばだけど、この耐久したいとか、やっぱどうしてもクリアが欲しいみたいな感じになったら、リリーが入るかもしれないんだけど、でも、ぶっちゃけグリームニルとかを使えば問題がないので、サブ石にグリームニルがあるかないか、ブローディア三突があるかないか、みたいな感じで結構状況って変わってきちゃうと思うんですよね。だからみんなに言うのであれば、僕はケースバイケースに対応できるのが一番強いと思うので、陰と陽を行き来できるものが一番強いっていう風にね、喧嘩商売でも言ってたから、やっぱりそういうところをね臨機応変に組み立てていくといいんじゃないかなっていう風に思いました。グリームニル持ってないんだったらクリア系やったりマウント系だったりを1体ぐらい育成しておくとよかったりとか、そういうのはねちょっと個人個人でちょっとこう入れ替えていくといいと思うんだけど、僕は、本編ここでやります。このキャラクターはとりあえず育成しておきますというような話でした。参考になれば幸いです。じゃあね、バイ。